長辻マトン先生の漫画が今月はお休みなんだって。クラスのみんなもすごく残念がってた。漫画家さんもきっといろいろ大変なのね。なんとか応援したいね。そういえばこの前うちにも漫画家のお客さんが。ってあれってマトン先生本人じゃん。次回漫画の現場行ってみた。つながる広がるフォロワーの輪、素敵な番組オンエアー。